はいどうもこんばんは、いやこんにちはですかね。ということでですね、本日も始めちゃいまーすよ。33回目の放送でございます。33回目の放送の前日、昨日なわけですけど、昨日はですね対談シリーズのですねボリューム2がYouTube の方にアップされたということになっておりますんで、そちらの方もですね、ご覧いただけたら非常に嬉しいと思います。そしてですね、私はですねいよいよ来週からですね舞台の稽古が始まるわけですが、その前にねPCR 検査をね受けました。14日の日にですね受けまして、それで16日ですね、16日の日にですね結果が出ましてですね、これ陰性ということだったんですけども、怖いね。結果が出るまでもドキドキするけど、この結果が出てからね、これ陰性だからといって安心して遊び行っちゃったりとかして、そこでね感染しちゃって。元も子もないのでですね、陰性という結果が出てからより慎重に、行動をするようになったんですけどね。これはでも本当にねなんかわかんないけど、1000人の方にもですね伝えたわけですよ。いや俺 PCR 検査受けて、陰性だったよとか、いやすげえドキドキしたよっていうのを言ったらね、1000人からね、そうなんだよな、結果が分かるまではドキドキするよねという優しい LINE をいただきまして、ちょっとほのぼのしたわけでございますがですね、もうご覧になっていただけましたかね。本当に対談シリーズね、第1回目河波奈美桜さんということでですね、これからも対談シリーズの方はね僕にゆかりのあるゲスト、ゆかりのあるというか、僕が楽しくおしゃべりできる人をですね招いてどしどしやっていこうと思いますんで、たまにはねその芸能界の人じゃなくて、ただの飲み屋のおっちゃんとかね、そういう人も出てくることもあるかもしれませんが、そんな時も誰だこれと思わずに見ていただけたらなと思います。ということでですね、稽古も始まって、もうねチケットの方もたくさん予約いただいておりましてありがとうございます。でね、この先に言っときますけど、本当は最後に言った方がいいのかなとも思ったんだけど、喋ることなくなっちゃったんで先に言いますが、稽古が始まるとなかなかラジオの収録ができないんじゃないかなと。今4日に一遍ぐらいのペースで、結構これハイペースだと思うんですけど、でラジオの収録してるんですがですね、稽古始まるとなかなか家にねいる機会もなくなるんで、のんびりラジオの収録できないかななんて思ってますが、時間の許す限りねどっかであったら収録をしようと思ってますんで、そちらの方も期待して待っててくれたらと思うんですがね、そのなかなかこう収録できなくて、もう間が空いちゃうのも嫌なんでね、その間はですね、対談シリーズだったり、あとなんて言うんですか、前にも言ってたと思うんですけど、僕が初めて、脚本を書いた、舞台があるんですがね、それのタイトル「歌手になりたい」っていうんですがね、この脚本もなんていうブログの方にね、ブログのシナリオってところを見ていただければですね、そこの方にアップしてますんでね、それも読んでいただくのもいいんですが、それの収録もですね無事全て終わりまして、あとはねちょこっとどっかに効果音とか BG をどこに入れようかなっていうのを考えている次第でございますが、それができましたらですね、そちらの方もアップすぐできるかなと思いますんで、そちらの方も楽しみにしていただければねと思いますが、その歌手になりたいという作品をね、私一人二役やっております。二人芝居なんですけども、一人で若い歌手を目指す男の子と、なんかそれを育てるちょっと怪しいおっさんとね二役やってますんで、そちらの方も気が向いたらアップされた時に聞いていただければなと思いますが、そのね中でラップを歌うシーンがある。これ言っちゃっていいのかな、いいんだろうな、まあ歌を歌うシーンがあるんですけどね、まあ、歌手になりたいという物語ですから、それ実際の舞台では、若い、自分のね後輩の住谷君という子がやってたんですが、歌ってたんですがですね、今回は一人で二役やってるということで、その歌の部分もですね私が歌い直させて、でちょっとアレンジもちょこっとこういじりまして。やっておりますんで、その歌の方もですね聞いていただければと思いますが、ということでですね、そろそろお題の方に入りましょうかね。前回の放送ではですね、藤林さんという方がおめレギュ、おメールレギュラーということにね任命されたんですが、今回もしっかりおメールを送ってきてくれてるのかどうかというのも皆さん楽しみなところなんじゃないかなと思いますがですね、今回のテーマはあなたのおすすめのアプリということでしたよね。僕もですねおすすめのアプリいっぱいあります。いっぱいありますと言ってもこれなんかなんだろうな、まあこれかな、やっぱりヤマハが出してるですねコードトラッカーって、これ前にもね多分ね何回目かの放送の時に言ったことあると思うんですけどね、コードトラッカーというアプリがありましてですね、これはですね非常に便利です。音楽を流すとその曲のコードを拾ってくれる。たまに嘘っていうコードもあったりとかするんですが、でもほぼ正確 90% ちゃんとそのコードを拾ってくれて、非常にね重宝しております。昔のね男組の曲をセルフカバーする時に譜面がなくなったなーなんていう時に、もうちょっと耳でね音拾うのが面倒くさいかったりとかする時にはこれを使ってシャシャシャッとすぐコードを拾ってもらってね、それで譜面書き直してっていうことをやったりとかしてるんですけど、これがまず一つ目のおすすめです。そしてもう一つ、これソフトバンク使ってる人は知ってるかもしれませんが、見守りマップというのがありましてですね、これ家族みんなを登録しておくとですね、今誰がどこにいるかっていうのがね、ちょっともうちょっとねアバウトなんですけど、それがね分かるようになってます。うちも家族全員登録してましてですね、学校帰り無事に帰ってこれるかとか、そういうのをですね、確認できるアプリになっております。興味がある方はそちらの方もですね入れていただければと思いますが、では、皆様からのおメールの方をですね紹介させていただこうと思います。今回もですねたくさんいただいております。たくさんいただいておりましてですね、もう一応毎回言ってますが全部読ませてもらってますが、まずでそうおメール紹介させていただこうと思いますが、テーマのねその前にね一通全然別のおメールのお題とは関係ないメールも来てますんで、そちらの方もですね、紹介させていただこうかなと思います。ラジオネーム畑さん、はいどうも、こよくんこんばんは。こんばんは。波尾さんとの対談興味深く拝聴いたしました。ありがとうございます。プロとプロの対談とても面白かったです。もう25年ぐらい前になるのかな、こうよくんが劇団新幹線の舞台に立たれた時、そこに出演されていた女優さんに魅了されて別の舞台にも見に行ったことを思い出しました。こうよくんをきっかけに別の世界を知ることができて感謝しています。対談の第2弾待ち遠しいです。第2弾はね昨日放送だったからその前にもらったメールですね。さらに仕事の深い話聞けるかなということでですねいただいてるんですが、劇団新幹線の舞台には僕出たことないんですけど、多分 MOP の間違いじゃないかな。 MOP に新幹線の古田さんとかね、小暮治さんとか出て一緒に共演したことはあるんですけど、その時に女優さん魅了された女優さんって誰かな、木村緑子さんかな、そうかななんて思いながらね、あれももう30年ぐらい前の話30年ってことないかな、27、8年前のね古田さんこの間なんか京都の撮影所で1000人が古田さんに会ってちょっと喋った時に「こうよお元気」って言ってたよなんていう報告を、受けたりとかしたんですけれどもですね、皆さんすごい今ねテレビで活躍されててすごく僕も嬉しいです。はい。ということでですね、ここからですね、おメールのお題の方のおメールね、読ませていただこうかなと思います。まず最初は、ラジオネームクラランですさん、ありがとうございます。クラランさんね、何回か送っていただいてますね、クラランさんもね、いつも楽しい配信ありがとうございます。私のおすすめアプリは Google レンズです。 Google レンズ、このアプリを起動して調べたいものにカメラを向けるとそのものの検索結果が出てくる優れものです。ほう、道端の花とか野鳥とかカメラを向けるだけで名前がわかるのでウォーキングのお供にいかがでしょうか。いいですね。それを向けるだけでなんだかわかるみたいな。よくね歩いてるとやっぱりまあ虫とかがよくね飛んでたりとか、虫じゃねえな、やっぱ野鳥かな、とかあと花とかも綺麗な花が咲いてたりするんでね、これなんだろうなんて思うことも多々あるんですが、これでね花の名前とかを調べられる、いいですね。入れてみようかな、 Google レンズ。Google 系はいろんなの出してますね。はい、ラジオネームクルシュポンさん、クルシュポン初めての方ですかね、ありがとうございます。こんばんは、はじめまして。はじめまして。お便り書かせていただいています。ラジオいつも楽しみにしています。ありがとうございます。クルシュポンと申します。クルシュポンさん、はい、22歳の保育士です。あ、保育士さんの方ですね。はい、5歳上の彼氏に男組をおすすめされて、最近は出勤中、帰宅中、車の中大音量で男組を聞いています。ありがとうございます。本題のテーマである私のおすすめのアプリはタイムツリーというものです。タイムツリー、カレンダーとして使うのはもちろんなのですが、このアプリを持っている人同士だとカレンダーに書いてある用事などを共有して使えるので、家族で使える万能のアプリです。私もお互いのスケジュールを共有したことによって次に会う時の予定が立てやすくなりました。これからもずっと応援しています。お体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。クルシュポンさん、タイムツリーっていうアプリが、宇宙はねカレンダーは嬉しいっていうのをですね、まあ妻とですね共有してやってるんですけど、スケジュールがねお互いこの日どうなんだこの日どうなんだっていうのを分かってた方がね立てやすいですからね。あと子供の習い事だったりとかするのもそこに入れとけばね、どっちかが行くって一緒についていくっていうこともできるんでね、それは使ってますけど、タイムツリーというのがあるらしいですね。もう今カレンダーのアプリもねいろいろ出てるから、どれがいいのかって言って、結局自分が見やすいやつ、もう使い慣れたやつっていうのになっちゃうんだろうななんて思います。はい、続いてラジオネーム星まさぷーさん、これ久しぶりにおメールいただくのかな、星まさぷーさん。こよくん、こんにちは、こんばんは。最近仕事でヘロヘロに疲れても家事でクタクタになってもこよくんのラジオが聞けると思うと一日頑張れる私です。そうですか、頑張ってください。きっと皆さんも同じなんじゃないかなと思う今日この頃です。さて、お題の私のおすすめのアプリですが、スリープマイスターというアプリです。なんかすごいな、マイスター。眠りが浅い時に、鳴動するアラームをついていて、このアプリを使っていると毎日すっきり起きることができます。睡眠中のいびきの測定とか寝言の録音なんかもできて、後で聞いてみるとびっくりしたりとちなみに寝言で「それ私のだから食べないで」と言っていました。恥ずかしいということなんですが、それ何か食べられちゃう夢を見てたんですかね。私のだから食べないで。僕はね娘に言われたことあるんですけど、寝言でですね、ふざけんなってめえ本当にただじゃおかねえぞみたいなことを寝言で言ったらしいですけどね、なんでその寝言が出たのか、もうちんぷんかんぷんだったことがあります。よっぽど機嫌が悪かったのか、ムカつく夢を見てたのか、虫の居所が悪かったのか、なんかわからないですけど、寝言でそんなことを言ったことがあったらしいです。娘がビビってその日寝れなくなったというエピソードもあるんですが、寝言とかが全部録音できるってなんか嫌だね。自分が何言ってるのかっていうのちょっと照れちゃうな。でね、僕はあんまりね、そのいわゆる目覚ましっていうのをね使わないんですよね。勝手に目覚めちゃうんだよな、6時過ぎぐらいとか、遅くても。ね、またねちょっと2時とかに寝て4時とかに起きなきゃいけないっていう時とかは使うけどね、最近だいたいもう6時ぐらいに起きてるんですが、6時になると目覚ましなくても勝手に目が覚めるというですね生活をしております。まあこれもちょっと年取ったからなんですかね。若い時はねいっぱい寝れたんですけどね。星政ブーさんでした。はい。続いて、ラジオネームちいさん。こよくんこんばんは。毎回楽しく聞かせてもらって喋れてません。もう一回やり直します。ね、すいません。長く喋ってるとこういう風に噛むこともあるんですね。もう一回一から行かしてもらいます。ラジオネームちいさん。こよくんこんばんは。こんにちは。毎回楽しく聞かせてもらっています。今回のお題のアプリあまり入れてないので、皆さんのおメールを参考にしたいなと思ったのですが、私が使っているアプリでこれいいよっていうのありました。これからの時期に便利なのですが、年賀状をスマホで作れるアプリですね。うちのプリンターはエプソンなので、その機種で印刷できるアプリです。ここ数年そのアプリで年賀状を作っていて、住所録も作成できます。毎年更新されて無料なのですごく重宝しています。もう年賀状を出してないという方も多いと聞きますが、こよくん年賀状を出す派ですか？年賀状を作るアプリ、これでもエプソンのプリンター使ってる人しかダメなのかな、わかんないけど、年賀状僕毎年作ってますよ。出すね枚数がどんどん減ってきてますが、一応作ってるのは作ってます。なんかね、うちの年賀状は基本いつもちょっと友達のイラストレーターの方に、イラストを描いてもらって、それを年賀状にしてるんですが、だいたいその年の干支にまつわる、動物とコラボした年賀状をですね、書いてもらってます。今年もね作って、来年はまたこれもねどんな年賀状の案を出そうかなっていうのも考えているところなんですがね。はい、続いてラジオネームキーさん。はい、こよくんこんばんは。いつもラジオセルフカバー楽しく聞かせてもらってます。おすすめアプリいろいろありますが、動画編集や画像加工を活用しますが、一番助かっているのは Google マップです。わかる。地図とか見るのもともと好きなのですが、割と方向音痴なので、あらかじめマップで確認してから出かけます。なので私にとっては Google 先生です。わかる。コロナもまだまだなのに、これからはインフルも加わってくるかと思うと憂鬱ですが、こよくんも体には気をつけて無理しないようにしてくださいねということですね。 Google マップは僕もしょっちゅう使ってます。ね、最近どっか行く時とかにね、仕事の現場なんかもですね、もう地図とか送ってくれないんですよね。住所だけここに来てくださいみたいなことになってるんで、その住所をGoogle に入れて、それでね道案内してもらうって、何がいいかって、歩き用のルートとかもちゃんとやってくれるのがいいですよね。でうちはもう車とかもね、車のナビを使わないでね Google マップを使ってナビしてもらうことが多々あります。海外行ってもね Google マップ、日本語で住所を入れても、住所っていうかその行きたい場所を入れても案内してくれるんでね、すごい助かってます。僕も Google 先生と呼んでますね。ということでですね、まだまだいけますか？いける？いきましょうか。ラジオネームあけみさん。はい、あけみさん、これも初めてかな。こよくんこんばんは。初めておメールします。あ、ほら初めてだ。いつも楽しくラジオを聞かせてもらっています。ありがとうございます。今回のテーマ、私のおすすめのアプリはキーホルダーです。ほん、いろんなアプリがあり、 ID やパスワードなど忘れることがありませんか？しょっちゅうです。そんな時、このアプリがあればパスワードなど忘れることはありません。ほうほう。パスワードが変更されたらまた変えることもできるし、顔認証などで自分しか開けられないのでかなり便利です。おう、こよくんも忘れることありませんか？しょっちゅうです。一度使ってみてください。おう、これからも舞台なども忙しいと思いますが、体に気をつけて楽しいラジオや舞台など頑張ってください。ありがとうございます。僕ね、そのやっぱりパスワード系をね結構忘れるんで、もう最近だったらね、PC の場合とかは自動保存みたいのしてくれるじゃないですか。でもね、ちょっと前にね、ちょっと前っても随分前なのかな、パスワード忘れるからって言ってね、全部パスワードを控えて、それをまあ一つのなんていうんですか、こうメモみたいなところにですね、全部控えてたんですよ。そしてそれ見られちゃいけないっていうんで、それにロックをかけたんですよね。そしたらですね、それにロックをかけたのを解除するパスワードを忘れちゃった。でパスワードを見るためのパスワードを忘れちゃったから、もうどうにもならないくなったことがあってね、すげえ困ったことがありました。まあ結局何日かして思い出してね開けることができたんですけど、それを忘れちゃいけないっていうのがありますけど、このキーホルダーっていうのが顔認証できて開けてくれるっていうのは、それはいいなあ。はい。というところで、まだ行く？全然行きましょうか。わかりました。はい。じゃあこれですかね。ラジオネームキャンさん。はい。こよさんこんばんは。いつも楽しいラジオありがとうございます。サンクス。いえいえ、とんでもございません。さて今回のテーマですが、もうすでに皆さん利用されているアプリかなと思いますけれども、このご時世なのであえておメールさせていただきます。はい。私のおすすめアプリはココアという厚生労働省のコロナ関係公式アプリです。うん。このアプリはコロナ陽性者との接触があったかなかったかを、確認することができるので、人が多そうな場所に行ったりで心配になった場合、そのアプリを開いて陽性者との接触を確認するのところをポチれば、接触の有無がある仕組みになっているのです。実際私も利用していて、幸い今のところ陽性者との接触は確認なしと出ていたので少し安心しています。そうですね。でもまだまだ気を緩めるわけにはいかないので、今後も気をつけて日々生活していかなきゃなと思いました。こよさんも舞台のお仕事が入ってらっしゃるし、くれぐれもお体に気をつけてお稽古頑張ってくださいということですね。ここはアプリって知ってますよ。入れなきゃなと思ってるんだけど、なかなか入れてないですね。なんか大阪はね、大阪で独自のなんかその行ったお店でそこのお店をこう QR コードでなんか取っとけば、そこのお店から何かそういうコロナの患者が出ましたよ、感染者出ましたよって言ったら教えてくれるっていうのにはなんかよくやってるんですけども、ここはね入れた方がいいんだろうな。安心できるもんね。接触でも持ってても入れてない人がいたらアウチだもんね。まあでも全員これ入れたらいいのになとか思うんですが、なかなかね皆さんこうねプライバシーのなんたらだとか言って入れない人もたくさんいるんだろうなと思いますが、僕もですね、こう稽古が始まる前にですね、ここはアプリというのはね入れようかなと思います。はい。ということでですね、続いてのおメール行かせていただきたいと思います。ラジオネームデイブレイクさん。うわー、懐かしいデイブレイクさんね。こよさんこんにちは。いつもラジオ楽しく拝聴しております。はい。ありがとうございます。さて、私のおすすめのアプリは、シャザムです。おー、渋いの来たね。出先のお店とかで流れている音楽を聴いて、この曲なんだっけってなることありませんか？ありますよ。このアプリはそんな時に立ち上げてボタンを押す。音楽をアプリに聞かせることで曲名、歌手名を教えてくれます。マニアックな曲とかは表示されませんが、テレビやラジオで流れていそうな曲はほぼ表示してくれてます。はい、私もですね、重宝しております。ね、シャザムっていうアプリがあるんですが、このアプリはあれなんだよね。音楽、流れてる音楽をそのアプリ立ち上げて聞かせると、曲名とね、歌手名とか全部教えてくれて、なおかつそのままこれが iTunes に連携してるから、その曲を買いたい時は iTunes で買ったりとかできるわけでございますよ。僕結構使ってますね。海外とか行った時にラジオから流れてくる、ね、音楽が「この曲いいな」なんつっても英語で説明されちゃってるからいまいち聞き取れなかったりするんですけど、これをすぐ立ち上げてやると「あ、こういう曲だったんだ」なんつって、でもう日本に帰ってきてすぐそれを購入したりとかして聞いたりとかしてるんですけどね。シャザム、これね、シャザムのいいところってね、アカペラで人間が歌ってもその曲をこの曲じゃないですかみたいな感じでですね、教えてくれたりとかもするわけですよ。だから私もこれは結構使ってるアプリですね、シャザムね。もう使ったことない方がいたら使ってみていただければと思いますが、ということでですね、はい、いよいよ本日最後のですね、おメールになります。はい、無事に届いておりました。フジリンさん、今日も酔っ払ってるんでしょうかね。コヨ君、晩はおめれぎゅう認定されたフジリンです。ほんまに取りで読んでくれんの？最後まで聞いてて、あれ、おめれぎゅう読まれなかったって泣くぞ。ちゃんと読みますよ。約束したんでね。アプリね、大抵の人が知ってるスノー、ババアになると顔加工したいじゃん。あ、そうなんですか。ほら、マスクのが加工前、あとはスノーで撮ったやつ、53歳にしたべっぴんさんやろって、これ藤井さんのお写真もですね、一緒に届いてるんですがね。スノーで撮ったやつとそうでないやつと届いてるんですね。ありがとうございます。さて本題です。見てねってアプリ、息子と嫁が毎日のように孫の写真と動画を載せてくれて、じじばば、おじおば、みんなで見れるのです。ほうほうほう。今9ヶ月の孫の写真がどんだけってくらい保存されています。あー、なるほど。うん、あとはマクロ見るってアプリ、アンケートに答えてポイントがたまる。初めて1ヶ月で1,000円くらい貯まったよ。へえ。現金にも交換できる。塵も積もればやんね。あとは私が働いているスーパーのアプリ、おすすめよんってどこがやねんって自分で書いてますけど、ちょっとこのお題は難しすぎ、酔いが覚めた。それではまたということなんで、もうなんかフジリンさんはあれですね。お命令牛にされたから、もうなんか書かなきゃと思って一生懸命考えてくれたんでしょうね。ありがとうございます。この「見てね」っていうアプリね、それはそう、保存するだけで家族みんなとか見てもらいたい人が見れるって、いや、いいですね。これはね、いちいちその送らなくていいっていう、パケット代とかにも優しくなるんですかね。まあ、それとマクロ見るってこうアンケートに答えてポイントがたまる、ね、アプリって今いろいろありますもんね。アンケートに答えると大体なんか1ポイントとかそういうのもらえるので、たまに10ポイントとか、そういう特別な期間とかだと20ポイントたまるとかっていうのもあったりとかしますけどね。なんかあるじゃん、楽天が出してるのもあれもね、レシートをアップするだけでポイントもらえるみたいな、その日の買い物のレシートをアップするとポイントをもらえるみたいなのもあったりとかするみたいですけどね。ということでですね、本日もですね、おめれぎゅう認定されたフジリンからですね、のメールを最後にですね、お別れの時間が来てしまいましたが、次回のテーマはですね、そうですね、ようやくこう秋っぽくなってきたということでですね、秋といえばジャスセイグッバイとかいう人もいるかもしれませんが、秋といえば僕はねやっぱり秋になるとね読書がすごく進みます。なんかあれだよね、こう涼しくなるからすごい本とかも読んでても心地よく読めるんだよね。ということで読書の秋とか食欲の秋とか睡眠の秋とかいろいろあると思いますが、あなたのですね秋といえばというのをですね、まあこれも予想しますが男組の「秋」という曲があるんで、それを真っ先に書く方もいらっしゃると思いますがですね、それ以外の「秋といえば」というですねテーマでねなんか送っていただければ、秋といえばって言ったらもう何でもいいってわけですからね、ちょっと幅広いお題になるのかなとも思いますが、そちらのお題でよろしくお願いしたいと思います。ということでですね本日もお別れの時間が近づいてきてしまいましたということでですね、この後もね対談シリーズの方もアップされたり、先ほど前半でも言いましたが、ラジオドラマの方もですね、アップされると思いますんで、そちらの方もね、お待ちいただければと思います。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。おやすみなさい。